あの人の現在。アムロ・ナミエ、現在の状況に驚愕。2018年、惜しまれながら芸能界を引退したアムロ・ナミエさん。そんな彼女の私生活はほとんど報じられず謎のまま。あの伝説的な引退からしばらくの月日が経ちましたが、アムロ・ナミエさんは現在どうされているのでしょうか。現在の状況では、現在2019年の安室奈美恵さんはどうされているのでしょうか。ネット上では現在の姿や体型について劣化しているや画像がひどいと噂がありました。しかし、どの噂も何の根拠もなく、実際の画像などもありませんでした。そして現在京都に住んでいるという噂も出ていますが、以前週刊誌に安室奈美恵さんが京都に2億円の高級マンションを購入したと報道がありました。それは息子の春人さんが京都の同志社大学に通っているとの噂から、近くに住むのではと言われていたそうです。ただ場所も平安神宮の近く、新築マンションや鴨川沿いの7億マンションと特定されてしまったため、現在京都に住んでいる可能性は低いと思われます。実際のところ、2019年になってからは安室奈美恵さんの画像や目撃情報は今のところ発見できませんでした。安室奈美恵さんの引退後の収入については、印税生活でしょうね。印税収入は CD などの歌唱による歌唱印税と、カラオケを誰かが歌うたびに発生するカラオケ印税と言われています。安室奈美恵さんといえば数々の大ヒット曲がありますので、これだけでも楽に生活できます。ですが、安室奈美恵さんはアクティブな方なので、印税生活でダラダラと生活する感じはなさそうです。今後何年かしたら、新たなところで安室奈美恵さんが活躍されるかもしれません。安室奈美恵さんはいつまでも色褪せず、アーティストとして語り継がれることでしょう。引退してしまった現在でもその人気は衰えず、彼女のファンは未だに多くいます。現在の様子は全く分かりませんが、普通の生活や海外での生活、そして家族との生活を楽しんでいるのではないでしょうか。しかし、いつかまた活躍されることを期待します。